みます。このあとトラックでは青年男子 100m 予選が行われます。今年も自分の日本記録は9秒95、 U20 日本記録は10秒01、大会記録は10秒11。予選は6組行われ、各組の3着までと4着以下から記録上位6名が準決勝へ進みます。注目は東京オリンピック 400m リレーの日本代表、日本選手権4位、今シーズンは10秒18のパーソナルベストを更新しているデーデーブルーの4組に登場。昨年の鹿児島国体3位、シーズンベスト10秒13、日本選手権では6位入賞、和田亮京都は1組に登場。そして日本インカレでパーソナルベストを更新する10秒13で2位に入っている井上直樹群馬は2組、そして地元佐賀岡崎俊也、昨年の鹿児島国体は7位、地元佐賀で2年連続の入賞を目指します4組に登場。各県代表のスプリンターが出揃った青年男子 100m 予選、まもなくスタート。1着和田亮京都10秒、2着鳴島春樹茨城10秒45、3等宮坂レオ東京7メートル51、以下ご覧ください。1着埼玉大の優吾岩手10秒21、エリクト奈良10秒31、3着木梨良樹岡山、
としても。1着鈴木亮太静岡10秒20、3着福島悟富山10秒43、追い風 1.9 メートル。少年男子共通走り高跳び、バーの高さが2メートル3に上がり、12名が挑戦しています。次に飛ぶのは笹原浩輝、山形。笹原浩輝、山形、2メートル3を1回でクリア。埼玉10秒31、新着伊藤光、山形10秒31。走り高跳び、次に飛ぶのは伊藤の愛知。今クリアしたのは中村敬吾、大阪。
2着大上直樹青森10秒29、3着矢橋弘明岐阜、1着と2着は1000分の1秒単位で着差がありました。次に飛ぶのは中谷海星福岡。1回目でクリア。次に飛ぶのは稲垣光生石川。1着山本翔馬広島10秒、3着山下純福島10秒52。